入ったよ。座るよ。座るよ。始めるよ。はい、始まるよ。座ったよ。はい、かぼちゃ。すげえかぼちゃ。すごいかぼちゃ。でかめのかぼちゃ。でかい。私はあのろうそくに囲まれてますね。いいなすごい。私ここから動いちゃいけないみたいな。私もうまくここだな。ね、あ、いいですね。スタンドみたいな感じになって。いいですね。いいよ。背景だけがすごいね。10月間も。ハロウィンは31だ。ちょっとね、あんまりハロウィンにほら馴染みのある生活を送ってきてないから、こう一番縁遠いねえねえイベントなので、そうだよ。もう31日付近は渋谷には近づかないって心に決めてるから。だって本当にあのね、これをご用意してくださるだけで完結してくれる女性声優の番組って私あるんだなっていう。普通はなんかこうつけたり、そうなんかちょっと羽織ったり、そうちょっとハロウィンっぽいものみたいなのがね、あったりするじゃん。あるんだよね、普通はね、きっと、ね、我々なんか多くを許されすぎてえ、もうめちゃくちゃ甘やかされてるんだ。逆にそのカテゴリーから我々が外れてるっていう疑惑はないですか？ある。私なんかどこで番組やってもなんか許されてきてる、こういうものから。ほぼほぼじゃあもうそういう、うん、あ、なんかイカチーノある。あ、イカチーイカチーノあるよ。え、イカチーノ行く？足ウサギ？これどうしたらいいの？かぶる。これさ、でもなんか全てが終わるよね。確かに。ね、メイクさん、メイクさんが、メイクさんがヒヤヒヤする。ブチ切れながら。いいじゃない。あ、すごい。いいじゃない。ウサミンみたいになってる。私これ本当にさ、みんな不安にならない？そう、これさ、前さ、ゆきんこさんが使ってたやつだよね。ハロウィンで。そう、ハロウィンで。これハロウィンでこれを使いますってことある？それ見たことあるわ。一番つけ、ね、使い回さないタイプのさ、ね、そう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 、あれじゃん、一番ダメなやつ。似合ってるって。似合ってるよ、なっちゃん。あ、確かに。でも今日の衣装に、いや、わからん。確かに今日の真っ黒の衣装にお似合いです。どういうこと？とってもお似合い。まあでも、はい、あ、名乗ってないんじゃない？あ、これに、で出してくれるんだから出して出して出してもらおうよ。始めましょう。名乗って名乗って。こんばんは、高森夏実です。こんばんは。ピロン。あ、松井有里子です。ピロン。なんかあのご主人様とお月の動物みたいな感じで今日はやらせてもろてます。よろしくお願いします。でも最近こういうさ、熱くない？なんか自分の息が全部返ってくる。そう、生温かい空気。ここ温かい。ボサボサになっちゃう。いや、そう、ミルクさん泣かせのね、面白。いや、ありがとうございます。はい、ハロウィン終わり、はい、ナイスハロウィン、はい、ハロウィン終わり、ナイスハロウィンだよ。ということで、うん、なっちゃん、えりちゃんのえらいすごい月に一度お送りしてますけども、はいはい、この番組は永久欠失のようなまったり落ち着いた空間で私たち2人が好き勝手自由にトークするを、コンセプトにした番組です。はい、これから1時間半本当に好き勝手トークしていくので、うん、私たちに話してほしいことがあればどんどんコメントしてください。よっしゃー。この番組は YouTube とニコ生で配信してますが、うん、無料で視聴できるのは前半約45分までとなります、うん、最後まで見たいという方はね、ぜひぜひ会員登録よろしくお願いします。はい、この辺から登録できるのでよろしくお願いします。さらに YouTube ではメンバーシップ登録をすることができます。月額会員になれば過去の番組がアーカイブ視聴できますので、 YouTube から見ているよっていう方はぜひご登録お願いします。お願いします。もちろん、視聴者の皆さんからのコメントも読んでいきますので、はい、どしどしコメントください。ハッシュタグの後ろに、夏入りエラスゴも忘れずにつけてお願いします。はい、はい、お知らせが、お知らせございます。デレン、じゃん。
11月11日土曜日、ポッキーの日ですね。ポッキーボイスラウンジチャンネルの、新企画イベント、声優とおしゃべりイベント、声優とおしゃべりイベントパート2開催いたします。このイベントは仲のいい声優たちが一堂に会し、来場者の皆様と楽しいひとときを過ごしながらトークを楽しむ参加型のイベントとなります。今回第2弾なんですけど、うん、MC は、私高森夏実、津田みなみ組と、うん、松崎玲ちゃん、牧野由依さんのペアによるトークイベントを開催いたします。うん、まあでもね、真ん中で集いますから、第2部でね。前回もそうだったんだけど、うんうんうん、そうそう、集合もあるんですね。集合もありますんでね。イベントの会場はアールズアートコートで、3部のセッションに分かれて行います。はい、現在一般チケットを販売中です。うん、ファンの皆様と一緒に様々な話題で盛り上がれるイベントになりますので、お時間のある方はぜひご参加いただければと思います。よろしくお願いいたします。恐ろしいメンツだって言われてますけど、どういうことどういうこと。ちょうどね、これが発表された直後ぐらいに津田ちゃんとたまたま会って、津田ちゃんもイベントよろしくって言ったら、えあーみたいなえあーなんかさ、一緒だよねって、あ、なんかさ、もう夏ねえと、もう何も心配ないのか、心配ないねっつって、心配ないねって終わってる心配ないということだけが分かってる、うん、そう、我々2人で心配ないねって言って、楽しそう、そう、終わっている。そうなんですよ。前回はどうだったんですか。前回は、もうめちゃくちゃみんなと喋ったよ、ね。うん、すごいね、本当なんだ、おしゃべりって。そう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 、本当に、うん、もう私たちもめちゃくちゃ話振るしじゃあちょっと緊張感を持ってみんな行かないとダメだね。話しかけられるぞという気持ちを持って、すごい喋りますよ、うん、だからみんなあの聞きに行く場所じゃないから話しに行く場所だから、ちゃんとね、みんなその意識は持ってね、そうそう、遊びに来てでもなんかいいよね、嬉しいよね、うん、あ、いつもの人喋るとこんな感じなんだみたいなのさメールをね、そう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 、こんな顔をされていたのですねみたいなね。ちょっとだっておしゃべりする機会ってないじゃん。ないよね、なかなかね、なかなかじっくりさ、サイン会で喋るとかもないしさ。ないね、え、剥がしないからね、これに関しては、ね、剥がしないんでそう、剥がされません。だからいいですか、皆さん、逃げられませんよそうそうだよ、悪く言えばね、ねえ悪く言えば逃げ道塞がれてますからね。そうですよ、そうです、そうです。だからちょっとおしゃべりする心の準備をね、うん、そうですね、整えてきてくださると。はい、みんな優しいメンツだから、うん、大丈夫だよ、絶対楽しいよ。そうそう、なかなかこの4人、この4人揃うってのなんか珍しいからね。確かにね、結構新鮮かもね。逆に新鮮みたいなとこありますよね。はい、はい、というわけで、ね、前回はね、後輩2人がなんか賑やかだったね。賑やかだったね、やはり面白かったね、裁判いや、初回あんなに裁判盛り上がっちゃってさ。そうなんだよ、こっから2人になるからね、ちょっとね見応えなくなっちゃうかも。ちょっと裁判、ちょっとね、そう、しかもさ、あの法廷じゃなくなってたじゃん、ちょっとさ、水に戻りなさってたけど、ちょっとね、シンプルに人員半分になるのもあるし、ね、そうなんだよね、やっぱあそこまで、うん、シビアな検事もうこのいないのよ、ここに今そうね、やっぱあの絶対有罪にするという力強さがない、もぐもぐ弁護士とそう食べると強くなる、ね、ゆるゆる検事ですから、私もあんまりね、そうなんですよね、やっぱ懲役50年は重すぎるから、ね、そう、リアルに長かったんだよね、リアルに長い結構ね、やっぱ後輩の方が厳しいんだなと。そうなんだよねいいことですね、いいことですわ、やっぱね、しっかりしてて。はいじゃあちょっと皆様から、うん、イラストやお便りね、紹介していきましょう。はい、行きましょう。はい、うんうん、ベベーバンバンベベー、こちらファミリーさんからです。ありがとうございます。あら、あら、ゆり、高森さん、松井さん、お邪魔します。今回のイラストはもうそろそろやってくるハロウィン風にしてみました、うん、今やハロウィンといえば仮装になっていますが、自分の学生の頃は友達とお菓子を交換するイベントでした。あー、わかる。あ、わかるの。うん、お菓子あげない。お二人の学生の頃のハロウィンはどんなものだったのでしょうか。今回の放送も楽しみにしています。ハロウィンやってないよ。トリコはトリートだからさ、アメちゃんあげたりとかさ。ハロウィンなんか学生時代、私ギリやらない世代なんじゃない、じゃあ私。そんなに離れてないのにだギリやりだした世代なんじゃない。あ、そうなのかな。だって全然ハロウィンなんて騒がれてなかったもん、私高校生の時って。でも高校生の時にはもうなんかその
二次元の中でハロウィンっていうものが仮装するものだからみたいな、推しがだからこういう格好してみたいなのが始まったぐらいだったんじゃないのかな。そうなの、うん、山梨にはなかった説愛知にはあったけど、うん、山梨にはちょっと 届いてなかった。まだ届かなかったかも。なんでだよ、東京に山梨の方が近いだろ山には行かなかった、海の方行っちゃった新幹線で流行ってきたんじゃないか、もしかして静岡越えてきた。そう新幹線使って流行ったから。そうか、ちょっと時間かかったかも山梨に来るまで。なかったか、うん、やっぱこう秋はね、うん、果物がいっぱい取れるから忙しかったあ、そう私たち、ね、山梨の人たちはね、もう収穫に忙しい、ね、忙しかったから、収穫祭、収穫祭しなきゃいけなかったから、収穫祭してるから。そうだね。はい、じゃあ次のイラストこちらです。バーン、はい、はい、こちら島春さんからいただきました。もう完全におー、はい、夏ね松江リーグホグリース。前回は後輩のお二人と一緒に新コーナーで次々と裁判が行われてましたね。今月末はハロウィンがあるので、うん、魔法学校風にお二人を描かせていただきました、うん、私事ですが来月母を練馬のハリーポッターミュージアムに連れて行くことになり、今必死に予習中です。いいじゃない。ハーマイオニーが猫になるとこまで見ました。お二人は最近一気に履修したという作品はありますか。それでは。一気に履修した、ありがとうございます。一気に履修した、あ、私自分の話じゃないんですけど、うんうん、この間、前回来てくれた後輩の花井美晴と、うんうん、ご飯食べてて、うんうん、でなんか学生の頃髪が短かったみたいな話をして、うんうんうん、でなんでどういう髪型にしてたかっていうと、D グレイマンのアレンウォーカーになりたくて、うん、漫画を持ってって、うん、この髪型にしてくれっつって言って、うん、言ってたんだって言ったら、うん、美晴が知らなくて D グレイを、うん、で何ですかそれって言われて、うん、え、すっごいイケメンだから見てくれって言ったら、うん、今ね一気に履修してくれてえ、すごいかっこいいです、見ますとか言って、うん、過去のやつを見てくれてる今あら誰が好きになるかしら。ほんと、ちょっと聞かなきゃなって思ってるとこです。あー、私その漫画とかその二次元のものを持ってったことないかも、うんうんうん、あ、そっか、美容院に、うん、ほらだってなぜ私南国の鳥の写真持ってるタイプのものから確かにいやそれはそれで特殊なんよ、うん、この羽のこことこことここくださ い、 やばいやばいわかりやすいけどね、色ね、二次元持ってったことないかも二次元持ってっちゃったんですよね。もうでもやっぱさ、たまにめっちゃ可愛い、これをリアルでやりたいっていう髪型あるよね、うん、あるあるの。そう、わかります。でも困るよね、多分ね。アレンやりやすいよね。うん、アレンはね、割と普通の髪型だから、うんうん、割となんかそれっぽくなって、私もすごい満足みたいな感じだったよ。うん、そうそうそう。あ、でも今、私の派手髪してくれる美容師さん言ってたよ。うん、すごい、鬼滅ですか、うん、持ってくる方多いですねって。え、鬼滅のあの染め方、あ、カラーにしてほしいってこと、うん、へー。なんかグラデっぽい染め方するじゃない、うん、毛先だけオレンジ入ってるとか。そうそう、あれにしてくださいとか、あれ持ってくる人多いですって。そうなんだ、うん、あとみんななんか 2.5 の推しのカラーでって言われますって言ってた。 2.5 の推しのカラー、多分あれじゃない、その舞台のキャラのカラーとか。あー、そういうことか、うんうん、なるほどね、舞台を見に行くために。うん、あ、でもみんな本当ライブ前にさ、推しと同じ色にしたりするらしいよね、うん、ね、だから女の子たちすごいよく持ってきますよ、うん、このでもその美容師さん自体は全く何も詳しくないから。あ、そうなんだ鬼滅とこのキャラ、なるほど、あ、あの 2.5 みたいな感じで言ってた、なんか探り探りみたいな、そう、全部がふわっとしてたけど。そうなんだ、うん、楽しいですよねみたいな感じだったよ。じゃあ続いて、はい、へい、アンドロメダ座だぞさんからです。ありがとうございます。高見さん、松井さん、こんばんは。前回で始まった新コーナーをイメージしてイラスト描かせていただきました、うん、そうそう、朝晩すっかり寒くなりましたがご自愛くださいませ。それではありがとうございます。アンドロメダ座だぞ、やだな。やだよね、アンドロメダ座だぞイラストはとても素敵なんだぞ。ありがとうございます。アンドロメダ座だぞがやだ言いたくないこれもう台本に書いてあったら涙が出てくる、うん有罪に花丸打ってあるから、有罪でこんな
なんかでも絶妙な笑顔だね。そう嬉しそう。なんかなんだろう。なんだろう。ちょっとか悲しい気持ちもあるような、うん、あのちょっとキティちゃんと同じですよね。あの自分の気持ちによって見た人によるんだこれ。どういう顔に見えるか、どういう感情かみたいな、ね。ああなるほどね。有罪だぞって。何それ。そっかそっか。ねえ検察側かって。ね、いやありがとうございます。はい、今日も素敵な裁判ができるといいですね。本当よ。はい、続きましてこちら、模範囚の寄せぐとさんからいただきました。あ、模範囚だったんだ前回。そうだそうだ。高森さん、松井さん、エラスゴ前回はゆるふわ裁判所のコーナーお疲れ様でした、うん、リスナーの過ち過去はてなとゆるい過去はてな断罪がめちゃくちゃ笑えました、うん、なぜか途中から皆さんが全員弁護側に回ったのも展開として面白かったです、うん、私自身は逆転裁判にハマっていたタイミングにちょうど判決を受けたので、うん、これが裁かれる側の気分かと新鮮な気分ちでした。反省し世の中への奉仕に努めます。えらい、さすが模範囚、罪を償ってください。なんか面白いな。でも模範囚だから早めに出ちゃうかもしれない。そうね、執行猶予が、うん、つきますから。あ、コメントお勤めご苦労様です。どういう世界観なんよこの番組。面白いな。お勤めなんだこのメール、ね、メールを送るというお勤めなんだね。皆さんもお勤めしてください。はい、はい、ルリーロピースさんからありがとうございます。夏姉松入れこんばんは。こんばんは。先日夏姉がやることなすこと全部ダメな日があるとポストされてましたね。おうおう、今ポストって言うの？ そこなんだけど。ツイートじゃなくてポストになりました。今ポストっていうの？私たちは日々ポストをしているの。そう、ポストしてます。そうなんだ。私もその気持ちよくわかります。わかる。私は週1くらいの頻度でそんな日が来るのでもう虚無です、うん、心を乱したところでまだまだ嫌なことがあるので考えるだけ無駄です、うん、何をしても事態は良くなりません、悪くなります。大体そういう日は朝1から嫌なことがあるのでそんな日は心を殺して嵐が過ぎるのを待ちましょう。まつりさん、そういう日ありますか？ある。いや、こんなない人いる？ない人いるのかな。どんくらいの頻度である？何にもうまくいかない日。もう全部ダメ、全部ダメ、もう何もダメ。ちょうど昨日全部ダメだったんだけど。あ、早かった。あ、でも、うん、全部ダメって言ったらちょっと久々だったかもしれないな。あ、本当？多分3ヶ月ぐらいはあれだったかも。最近ね、ワンクールに1回ぐらい。うん、ワンクールに1回本当にもう朝から晩まで全部ダメだなみたいな。うまくいかなかった。一つもダメな日ってさ、うん、もう本当信号も全部引っかかるじゃん。そう、赤ずっと赤だし、信号も引っかかるし、なんか何もないとこでケツまずくし、うん、なんか電車も間違えるしみたいな。なんか絶対自分が原因じゃない謎のなんか怪我とか汚れとかついてる。あ、そうそうそう。なんか謎のあざ、そう、何これ、そうみたいなこととかあるし、あるし、なんかわかんないけど手がベタベタしてたりするし、もうやだ。全部何このベタベタ、全部ダメだよね。そう、あ、そう、食べ物にね、うん、こぼしてね、服汚すし。だから私はそれだったんだよね。あ、この間、そう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 、全部ダメな日、調味料を、あ、全部ぶちまけて、あ、そう、ぶちまけたのがさ、床だけだったらよかったんだけど、うん、それがガッて引っかかって、こういうところにガッ引っかかってぶちまけだから、はいはい、棚、なんかこの表面、放物線を、ね、描いてしまったのね。そうそうそう、で、なんかいろんなものの隙間、あ、とかに全部、ね、で、あのカーペットの上、床、全部ふーんってなって、あ、なるほどね。トトちゃんが悲しそうな顔で見えるんじゃないの。トトちゃんはどうしましたって見に来るから、何ですか、どうしました、大きな音がしましたみたいな。だ、追い出して、ダメだよ、危ない危ない、あなたまで汚れるっつって。そうで、掃除機引っ張り出してきて、で、掃除機充電しなきゃいけないので、あ、充電もされてない。あの、普段ルンバさんにお願いしてるせいでちょっとあんまり掃除機使わないので、ルンバちゃんにそういうことはさせられねえもん。そうルンバちゃんにはちょっと荷が重いので、やっぱ角とかね。そうだよね、そう、悲しいよね。バリケードを作り、本当にトトちゃんを締めだし。そう、全部粉を取り、なんかいつもより余計に拭かないとことか掃除したから、うん、帰ってよかったじゃんねって思ってたら、うんうん、最後その掃除機の、うん、なんか蓋がカッ外れ、もしやゴミが全部パッなるっていう日だったの。それをポストしたの私が。すっごいひどい。だからさ、もうそういう日って全部ダメじゃん。もう何もしない方がいいじゃん。はい、もう何もしない方が良かったですっていうね。そう、あるよね、これは。
キー食べたよねとりあえずねとりあえず甘味を摂取して脳を落ち着けることが大事ですよね。そうちょっとなんか日の光とか浴びてねセロトニン作った方がいいからそう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 でもやっぱねこれやっぱない人いないよね。ない人いないでしょ、ね、本当にあの物事を全てすぐ忘れる人だったらもしかしたらその意識ないかもしれないけど、ああ確かになかなかそういう人もいないよね。やることなすことうまくいかない日は絶対あるのに、やることなすことうまくいく日ないのはなんか人間としてバランスがなんかバグってるよね。なんかおかしいよね。でももしかしたらうまくいってるから記憶に残んないだけじゃない。本当は本当はうまくいってるんだけど、うん、うまくいってると本人は思ってないだけで、そんな気づきたい。実はハードルがとてもこれはうまくいっているレベルなんだよっていう、あなるほどね、ことがあるかも。9大点をこれ全てにおいてこれうまくいってんでしょみたいな、全てにおいて70点を得ている。そうそうそう、神様的には。なるほどね。そう余白も残してくれてるし、だからこの悪いことも、うん、あの0点じゃなくて30点ぐらいの。なるほどね、まだ下がある可能性がある。まだ下あるからこれ。あなるほどね、そんなんじゃないでしょ。そう考えるとなかなか怖いことだね。怖いですやっぱ生きてくのって難しいね。ちょっとそうだね。はい、はい、というわけで、はい、始めていきましょうか。はい、はい、まずはこちらのコーナーから、今日の夜食のコーナ ー, わー。はーい、このコーナーでは皆さんが私たちに紹介したいご当地お菓子やお土産の情報を募集しています、うん、ということで本日紹介する夜食は何でしょうか。はい、食べてお便り見ていきましょう。食べて忘れましょうね。そう、美味しいもの食べよう。アローエクスプレスさんからです。ありがとうございます。高森さん、松井さん、いやカッターさん、大王様、こんばんは言い換えて、はい、こんばんは。早速ですが、今回紹介したお夜食は偏食気味で健康に不安がある子供でも美味しく食べられる、うん、アクイラボランスのベジトルテです、うん、横浜館内のイタリアンレストランが横浜産の野菜を使い、うん、優しい甘さのスイーツがこちらの商品になります。ぜひご試食を。野菜スイーツってこと？アクイラボランスのベジトルテ、ベジタルタルトみたいなことかな。野菜のタルトみたいなこと。そういうことじゃない。でも確かになんか前野菜しか、野菜を使ってるケーキ屋さん昔行ったことある、うん、あ全部野菜スイーツなんだ。そうそうそう、全部なんか人参キャロットケーキとかなんかいろいろあるの、甘さ控えめでね、美味しかったな、だからこれも美味しそう、めちゃくちゃ、ね、いいな。横浜って感じするよね、なぜかこういうのを聞くと。そう、横浜、ね、中目鎌倉おしゃれなものは大体その辺から、ね、出てくるからね。お野菜使うやつとか特に ね, ね、はい、はい、じゃあ続きましてこちら、こちら文慶さんからいただきました。ありがとうございます。今回私がご紹介したいお夜食は、うん、宗家源吉兆庵さんの、はい、清水白桃ゼリーです。使われている清水白桃は岡山生まれの香り豊かで甘みも強く、うん、食感もとても柔らかくみずみずしい果肉が特徴の品種で、うん、別名桃の女王とも呼ばれ、そんな岡山には桃太郎も女王もいんのすごいじゃん、まあ、そうなんですよね、すごいですね。そう、果物有名ですから、うん、はい、そんな桃のストロングポイントを優しく上品にまとめ上げた一品です、うん、なんか難しい日本語だな、うん、味もさることながら、うん、とろけるような極上の口当たりにも驚くかと思います、うん、ぜひお召し上がりいただけたら幸いです。桃のゼリー最高じゃん。岡山の桃、そ う, そう、岡山といえばやはり桃だね、桃ですねっていう感じですから、いいな。そうか、すごいね、桃の国じゃん。もう桃に太郎もいて女王もいて、確かに桃に統治されてる、桃の民に統治されてるじゃない。いいです ね, ね、はい、じゃあ次行きましょう。はい、こちらは源の猫さんからです。ありがとうございます。高見さん、松井さん、こんばんは。こんばんは、まあ、今回お二人に紹介したい夜食は、うん、栃木にある朝日屋本店の金とん饅頭です。わ、美味しそう。小豆とは違った白いんげん豆の風味豊かなあんと、うん、しっとりした生地の相性は抜群です。通販も受け付けているのでぜひ利用してみてくださいということで、金とん饅頭、金とん饅頭、白いんげん豆のきんとん饅頭なんだね。きんとんって聞くとどうしても栗かって思っちゃうんだよ ね一瞬。栗ではない、ね、栗ではない、白いんげん豆のきんとん饅頭、おいしそう、ね、おいしそう。じゃあ今日これの3つの中のどれが今日のお夜食は何でしょうか。じゃーん、あっ、もしやこれは、あ、え、すごーい、
い、こういう、こういう見た目をしているんだ。岡山は桃の国。おしゃれ。かわいいね。こんなんなの？すごい。わかるかな？こんなです。すごい。こんなです。これすごいよ。これはまだモテるよね。桃みたいだね。桃ですね。おしゃんだね。すごく桃です。かわいいパッケージ。こんな立派なゼリーなんだ。折り紙みたいな。ね、かわいい。おしゃれ。こういうのはなんか、なんかあれだよね。いい差し入れでもらうやつ。いや、ほんとほんと、うん、なんかさ、これあれだよね、お盆とかに持ってく系のさ、そう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 、ね、お歳暮っぽい感じ。わあすごい。開けたら、あ、開けたらこうやって普通の桃を広げてね、すごいおしゃれな包装 ね、これすごい。え、あ、へえ、これすりつぶし系ってことってことじゃない、ね、ちょっと入ってんのかな、ピューレって感じなのかな。へ、あ、お召し上がり方、お口にしているかのようなみずみずしい果汁とともに広がるゼリーです。お、へー、ちょっと跳ねるかもしれんから気をつけてって書いてある。こういうので、本当だ、この間の私たちだったら跳ねてます。今日は分かんないよ、まだまだ分かんないのかよ、この時間なのにもう結果出てるだろうまくいかねえなら、もういや、今日ね、あんまりちょっとね、うまくいってないんだよね。本当本当、今日ちょっと、今日ちょ跳ねる日ダメかも、今日跳ねる日かな。あ、ちょっとね、立派だ、硬いわ。あ、ちょっと硬いわ、これ、これはちょっと待って、あ、ちょっと待ってちょっと待って、私もやるかもしれませんね。ちょっと待って、私、あの、夏姉にかかんなければいいわ。あ、パパー、なんか外側にトロッとで、私はえ、まあ、ここで油断してはいけない、ここで油断してはいけない。あー、いけた。あ、私も大丈夫そう。あ、でもこの最後だよ、問題は。わかる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 、ここね、このピッて、このね、ピッて外すとこね、最後ね、このピーが、ピーね、このピーはもうダメなのよ。はーい、いけました。やったー。でも、あ、ちょっと手はびしゃびしゃになりました。はい、あ、あざーす、あなた、あざーす、あ、優しいね、ありがとうね。まあこれはもうゼリーの宿命ですよね。あ、はい、あ、はい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 、すいませんね、はい、格闘しておりました。いや、もうなんか梅雨だくなんですか、ほんと。梅雨から飲んだ方がいいかないいね、お家だったらやってますね。いや、ずーってやっちゃうよ、うん、いただきます。いただきます。あ、すごい、ダクダク。うわ、すごい、あー、みずみずしい。あ、これはわかる、トロトロ。 いただきます。いいゼリー、どうです。うまい。あー、桃美味しい。桃のゼリー大好きなんだよね。うわ、うん、おいしい。めちゃくちゃ上品な味。いやー、桃のいいところ全部出てる。なんか、はあ、これを食べるために風邪ひきたい、ほんと。やっぱさ、病気の時ってなんであんなに桃のゼリー食べたくなるんだろう。あと、なんかすごい風邪とかひいたりすると、うん、お母さんが異様に優しくしてくれるじゃんうんうん、嬉しいじゃん。絶対優しいもんね、うん、かつてないぐらい世話焼いてくれるじゃん。どうする、リンゴ食べる、何食べたい食べられる、うん、薬飲まなきゃダメよ、うん、確かに美味しい。おいしい。これなんか冷蔵庫に常備しときたい。ちょっと半分シャリシャリとかにしても美味しいね、これ。絶対、あー、絶対いいね、うん、最高だ。美味しいです。うどん作ろっかって出てるありがとう、 ありがとう。うちうどん出ないわ。え、風邪ひくと。そうなん、 うちはおかゆ。あー、まあおかゆが、おかゆ一択だった、うち。おそどく、うどんね、 あったと思います、うち。卵入れて、具なしうどんってこと。あ、卵入れんだ、うん、卵ぐらい入れて本当は風邪ひいた時出ないからちょっと重いな消化多分すごいかかる、うん、ちょっと重ないか、うん、おかゆじゃない。お家は、おじやはまあおかゆに入れよう、うん、雑炊、うん、雑炊もおかゆ、おかゆも確かに、おかゆよりは雑炊。いやー、でもおかゆも作ってもらったな、うん、自分がその時に何食べたいかによったかも。あと私ずっとあれに憧れてたんだよね、夜勉強してるとお母さんが持ってくるお夜食、うん、あ、お夜食出たことないから。勉強してなかったからお夜食出なかったテスト前は、え、テスト前にさ、うん、そんな夜中までやらないもん。どういうこと。え、じゃあいつやんの。え、普通に普段から。普段からっていうか、なんか
いや勉強してないんだな、やっぱそんな夜中にやることなかったわ。なんか 夕方とかいうか、うん、学校でとか。うわー、なんかマジで勉強してなかったのかも。私普段勉強してなかったからテスト前だけ死ぬ気でやってて。あ、そういうこと。うん、普段一応真面目に授業は受けてたから。えらい。なんかもうあがいても無駄だなみたいなとこあって。私寝てたからさ。うん、なんか夜は寝ちゃうから、なんかあんまりお夜食って概念なかったかも。お夜食憧れた。ほら大学受験やんなかったから。確かにね、なんか大学受験勉強しなかったもんな。うん、そう、受験勉強してなくて、なんか高校も推薦で入っちゃったから。私もだ。勉強してなくて FF10 やっとった。わかる。高校受験の時 FF10 やってた。一生スフィア版。だから勉強よりもスフィア版の次どこ行こうかなと考えてたから。わかる。いや高校受験を控えてる娘のにクリスマスプレゼントでプレステよこそ親が悪いよ。いやそれはダメだわ。それはアウトです。それがダメよねえ、うん、そうゲームで夜食はダメですから。いや食べきっちゃった、美味しくて。美味しいから。はいはい、じゃあそろそろコーナーやりましょうか。うん、なんか食べたらなくなっちゃったからね。はい、続いてはこちらのコーナー、みんなで作ろうエラスゴ辞典のコーナー。うおー、はい、新コーナーですね。このコーナー8月に行った新企画募集のコーナーから新しく採用された、うん、やったことのないコーナーです。はい、新現象にまつわるコーナーを送ってくれたデンさんと文献さんのアイデアを組み合わせて番組独自の新用語を生み出していくコーナーとなりました。じゃあコーナー説明をお願いします。はい、このコーナーでは皆さんの身の回りでよく起こる現象や事象、うん、概念、体験、あるあるネタなどに名称をつけて番組オリジナルのエラスゴ辞典を完成させていくコーナーです。うん、今回はどんな新用語が誕生するでしょうか。早速お便り見ていきましょう。はいはい、こちらは元木さんからいただきました。ありがとうございます。高森さん、松井さん、こんばんは。こんばんは。お二人は電車に乗ること多いと思いますが、うんうん、大体車内は人多いですよね、うんうん、きっと釣り革に捕まってる時に目の前に座ってる人が降りてそこが空いたら座るという人は多いと思います。うんうん、私によく起こるのは割と混んでいる車内、結構人が降りる駅で、うん、自分の左前と右前の人は降車して、両隣は着席したけど自分の前の人は降りずに立ったままということです。現象に名前をつけるとしたら斜め45度の攻防です。あ、これ名前もつけてくれんだね。なるほどね、すでにね。私はね、うん、名前つけるんだったら、うん、降りる人ガチャっていう。でもさ、これって自分の経験則と、うんうん、あと服と、そうだから学生だったらあの駅で絶対降りるとかあんのよ。かなりね、目星はつけられるんですよ。そうなんよ。相当目星はつけられるから、むしろ目星をつけた上でその駅で降りなかった時の気持ちに名前をつけた。お前ここの顔してたやん。じゃあ絶対ここで降りるやん。じゃあどこみたいな。お前どこまで行くんって言ったら終点まで行く時あるよね。ある、きっとね。自分よりずっと乗ってるよね。どうしてお前降りないんだ。お前はどこまで行くんだよ。渋谷顔。そうみたいな。どう考えてもお前は原宿か渋谷で降りるやろ。そうってあるんよね。びっくりするよ ね。お前ギャルなのにって。お前山形線の下行かんやろみたいな。行かんやろ。上野まで行かんやろとか言って。っていうね。そうあるある。これ確かにその現象にも名前をつけたい。これ欲しい。そう、降りる降りない。だからね、その人の前にスタンバルのよ、こっちは。そうそう、長く乗るときはね。そう、この人降りるだろうなっていうね。知ってます、私この人新宿で降りますって顔して立つのに、それでも本木さんこの両脇が降りる。お前とお前かいみたいな。お前らとこかいおい。そうなのよね。それはあれじゃない、うん、予想してるからヘボ探偵ってことじゃないですか。私たちヘボ探偵、ヘボ探偵、あ、山手線ダービー。山手線外れてる。誰が降りるか一番最初に。山手線ダービー斜め45度の攻防。かっこいい。
め45度の攻防、ね、じゃあなんかあの馬券こうやってバーンってやらなきゃなんかこうサブタイまでついた感ある。素晴らしい、素晴らしい、それですね、これは採用ですね。いや素晴らしいね。じゃあこちら、はい、山手線ダービー斜め45度の攻防採用です。いやーってね、改変してサブタイトル負けとるやんけ。そう負けてんですよ。負けてんのよ。負けてるんですよ。じゃあもうあの次の馬娘のクールはこれでいきましょう。じゃあちょっと売り込みに行きますね。売り込みに行きましょう。ちょっとこれどうすか次。はい、じゃあ次行きましょう。はい、こちらデンさんからいただきました、はい、ありがとうございます。なっちゃんえりちゃんこんばんは。こんばんは。こんばんは。孤独のグルメの漫画やドラマを見てからというもの、うん、一人で飲食店に入って食事をすると脳内でデビューをしてしまいます、うん、入店前から外の店の外、うん、店の外観を見てこういうのでいいんだよなどと脳内で言い、他のお客さんが注文したメニューを見てそういうのもあるのかとか言っています。脳内五郎ちゃんがそんな現象を五郎現象と名付け、密かに孤独のグルメごっこをしています、うんうん、私も五郎ちゃんと同じく下戸でどこに行ってもノンアルコールなのでよりイメージを重ねてしまいます、うん、五郎ちゃんと違ってタバコは吸いませんが食後に吸いたくなる気持ちは分かる気になっています、うん、一人で食事をしているおじさんたちはきっとみんな五郎現象に陥っていると信じていますが、なっちゃんえりちゃんはどうでしょうか。なんかさ、うん、孤独のグルメ、うん、私も全 シリーズ見てんだけど、うんうんうん、あれを見る前から孤独にグルメしてる女じゃん。あ、一人でどこでも、もうね、先にね、ゴロちゃんより先に始めちゃってるっていう。だからさ、その孤独のグルメを見て、うん、一人でご飯食べに行く楽しみみたいなのに目覚めた人たちは多分ゴロ現象がね、そう、脳内ゴロちゃんが活発に働くと思うんだけど、うんうん、もともとやってた人は、もともと一人でご飯食べてる人間は、うん、あまり途中から五郎ちゃんが、あ、五郎ちゃんが介入してくる、あんまり入ってこないかも。あ、なるほどね。だそれどうやってご飯食べてたっけねって思う。あんなにたまに五郎ちゃんばりに考えたりすると、うん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 、あ、自分ってもともと虚無で食べてたんだっけみたいな。何も考えてなかったんだっけ、うん、みたいな。あんまさ、ほら、脳内で喋るタイプ、喋んなくない？人によるのかなこれ。私ね、脳内で結構喋ってるタイプ。喋ってんだ、うん、てかなんなら言ってる。あ、口に出して、あの独り言多いタイプだから、家だとめちゃくちゃ喋っちゃうから、でも周りに人がいたら脳内で喋っちゃうタイプ。あ、だけど私が五郎ちゃん現象にならないのはとにかく食にあまり興味がない。あー、なるほどね。から、あ、確かにね。そうなの。だから人の食レポするまでじゃない、注文見て、へえ、あれいいなとかってならない。もう自分の中でこれを頼むっていう割とスピーディーな強固なものがあるから、だからね、ああいう風にちょっとレポするみたいなのはないかも、うんうん、なあ、ね、そう。食に執着ないタイプ、わかる。ね、あるよね。そうそう、あ、割とそうなんだ。食に執着ない皆さんが、いや、食べてはいるんだよ、食べてはいるし、別に食べるの嫌いとかじゃないんだけど、どうしても今日あれが食べたいみたいな頻度が、なんか食べれればいいみたいな、あ、とりあえず栄養を摂取できれば体が持てばいいみたいな感じだから、なんか生き物突き詰めてんね。そう、本能、本能で、そうそうそう、一番純粋な生き物って感じする。そう、だから美味しいもの食べたいっていうのが、いや、美味しいものは好きなんだけど、うん、なんかどこからが美味しくてどこからがまずいのかというのが、考えるな、感じろ感じろ。考えるな、感じろ。あんまりっつって、うん、そう、なるほどね。そう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 、だからカレーもさ、いろいろスパイスこだわって、うん、こういうカレーの種類があってって、うんうんうん、いろいろ今いっぱいあるけど、うん、カレーはなんかシンプルに別に普通にカレーであればいいみたいな、うん、何でもいいっていうコメントと同じような、そうそうそう、感じだから、そうだから人と食べる時の方がいっぱい食べるよねって感じ、うん、あ、そうだよね、うん、一緒にご飯食べてると普通にモリモリ食べるもんね。モリモリ食べるんで、人と食べるのがね、一番ね、やっぱ食べるね。
維持できる、そう生命を。なんかこの間人と話してて、うん、一人でいるとご飯を食べようっていう意識がちょっと希薄、はあ、おやつ食べてるイメージある。そう、おやつずっと食べてるのもあるし、うん、なんか一気にガンって食べるのはやっぱ人と食べに行った時が一番食べるから、私人と食事しないと生きていけない人なのかもみたいな。じゃあ絶対起きないね。起きないの、うん、フォロー現象が起きない、うん、人といたらさあこれ美味しいねとかってもう人に言っちゃうから、うん、そうないんですよね、それがね、うん、なんか他のこと考えてる、なんか気もそぞろなんだね。そうなんかあのほんと行儀悪いけど、うん、漫画読みながらとかご飯食べちゃうから、あ食に集中してないんだ。そう食にねあんまりね集中してなくて、うん、なんかあ次のスケジュールこうだったなとか、うん、仕事のこと考えたりとか、なんかそっちが多くて、なるほど、ね、あんまりご飯にね、よくないね、ご飯に集中してないなんて日本人として。なるほどね。そういやなんか日本って大体ご飯美味しいからさ、うん、そうだね、そうなんか特にすごい美味しいもの食べたいっていうよりは、うん、常日頃美味しいものを食べてるっていう意識なんだよね。なるほど、そうこれにも現象の名前つけた方がいいね。確かにあの食に興味がない。確かにイギリス人現象、イギリス人ってそうだっていうよね。なんかちょっと物議を醸すかもしれないから。あそうね、そうじゃないイギリス人もいるかもしれないけど、なんか前なんかゴロラないみたいな。ゴロラない、ゴロちゃんとゴロラない、ノットゴロ現象。ノンゴロー現象、ノンゴロゴロー現象、ノンゴロー現象、ゴロー現象、これゴロー現象だっけ、これはゴロー現象だけですね。ゴロー現象、ゴロー現象とノンゴロー現象。皆さんはどちらでしょうか。採用です、ありがとうございます。なんかアレンジしないと載せ